はい、皆さんこんばんは、ちひろでございます。今日もね、レッドデッドリデンプションじゃなくてレッドデッドオンラインね、レッドデッドリデンプション2のゲームのオンライン要素、レッドデッドオンラインの続きの方、今日もやっていきましょう。うん、というわけでね、前回、このね、ストーリーミッションの、まあ、オンラインのストーリーミッションの方のね、まあ一応完結というか、ベータ版で開放されている、まあ言ってみればなんていうのかな、第一章が、まあ終わったというところですね。一人残らず皆殺しだというね、ミッションで、まあなんだ、ジェシカのね、ジェシカ夫人の、まあ旦那さんを殺したね、まあ、悪いやつ4人のうちの1人、テディ・ブラウン、を、まあ、やったと、いうところでしたね。で今回はね、ちょっとね、まあ、レベッカさんは名誉的な行動をね、取り続けたおかげで、ちょっと不名誉なね、ランクに、ね、ある、まあ、ストーリーミッションは受けられなかったと、いうことでして、ちょっとね、まあ、やり方があるんですけど、まあ、なんていうのか、名誉ランクを下げてきたと、ちょっと悪いやつに、まあ、なってきましたよと、まあ、いうことなんでね、まあ、受けれるようになったんで、ちょっと今日はね、そこ、2つぐらいあるんで、そちらの方やってね、まあ、ストーリーモード、第1章の方を完結させたいと、いうことでございます。というわけで、じゃあ行きましょうか。よし、やりましょうか。ちょっとね、やり直しております、一回。まあ、なぜかというとね、ちょっと途中でね、あんまよろしくない状態になったんで、一回やり直しております。よし、OK。3人で行こうか、じゃあ。あ、来た。始まった。びっくりした。なんか音だけして始まらないからどうしたんだろうと思ったら、多分最後に入ってきた人の分の、時間だろうね。 So, you made it clear what kind of a fella you are. I don't judge you for it. As long as you do all I ask of you, what you do elsewhere don't bother me or my mistress one jot. But, good, bad, or indifferent, you gotta make yourself a living. This is Samson Finch. Yup.Mr. Finch is like you or like me. He has a bone to pick with some fellas as did him a wrong. That I do. Tell him about it. I ain't gonna lie to you. Truth is, I'm a bad bastard. I lived my way, but I stuck to my word and did what I said I would. Especially to them as stuck by me. Mr. Finch has a little predicament. I was planning a job. A good job. Thing took a goddamn year.Was gonna make me pretty rich. Then my partner went yellow and betrayed me. If you and your bunch will help me do this robbery and get back at him. Well, like I said, I ain't never betrayed no one. I ain't about to start. Plus, well, this is a fine job. If I had a group I can trust, we could all do well. So you in. Now I ain't gonna pretend it's not a nasty business. We're robbing robbers that know they're gonna get robbed. Not outlaws, the real robbers.Industrialist with deep pockets. Then good luck, everyone. But I've heard quite enough for me to join you at the gallows should things go wrong. How about you ride with me and I explain more about it? It's a nasty plan, but a good one. Harley, I see you around, friend. Sure. Just try to stay out of too much trouble. I'll see you soon, I'm sure. And if you should choose to amend your ways and try a different path, well, I'm sure Mr. Jones could help guide you. だからいい。Come with me, friend. 名誉ランクの方のミッションやりたかったらジョーンズ老人に頼んでくれと。回復してくれるから。Saddle up.
さてというわけでね、まずね、まあ、サムソンがね、連れてくるんですけども、このままね道を沿ってこの辺りね、ここかな、うん、ここら辺まで連れてきてくれるんですけども、リミットはここなんです、うん、でなんでうちらは実はもうここら辺から列車を襲った方が実は猶予があるとというわけなんで、あんまり行き過ぎるとクエストから外れるみたいな多分なると思うんで、程よいところで列車を待つと。来たね、あれに乗りますよ、あれに乗るわけでやって、でね、何してるんだろうドバイは敵が乗り込んでます、もちろん。だから見つかってしまうと、まあ銃撃を受けるわけです。なのでちょっとやり過ごしてから後ろから近づいていくと。あのね、機関銃持ったね連中いるんですよ。あいつら見つからないように後ろに回り込んで、ここから乗り込むと。よいしょと、うん、見つかってみた。カーブがね、うまくやらせてもらえるなと。そうだ。はい。でもう敵がいなくなったから、あとは。今日はこいつをなんとかする。よっ、あれ、うん、出てけ。よし、でブレーキを効かせる。OK だね。で民兵団の仲間が列車に乗るまで待つんだと。大丈夫、馬引かれないそれ。よし行くぞ。列車を奪えないままにトンネルを迎えてしまうと、まあ、ゲームオーバーで、後ろで機銃構えてる仲間が、仲間たちが、ね、遊兵に行った時に、いやワンサと言いますか、そのまま迎撃してくれる。
早くないトンネル出口で待つ。よし頼むぞ。これ私が一番あのダメージ受けやすいから。列車に行かれ、列車に行かれてる。よし、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 これをね、ダイナマイトであのオフィスのドアを打ち開けるんだと。よし出てきた。OK だな。よし、全員調べます。じゃあまた解いてくれ。よし、やってください。OK だな。よし、そしたらもうここから逃げたっていいんだけど。よいしょ、よし行くぞ。で帰り道もね、あの敵がワンサと待ち構えてるんで、それをね、あの機関銃でゲームするかと。やはりこれもシネマティックで私はモニットするんだけど、あとみんなに任せる。シネマティックだな。惜しいぞ。シネマティックシネマティックです皆さん。いいね、後ろから馬で追いかけてくる。よし、もうベル鳴らす。盛り上がってきたから。よし、敵も鳴らす、敵も鳴らす。もうこのぐらい。よし、みんなやってくれ。派手に派手にぶちかませ。避難所へ逃げる、逃れるの待て。 OK だな、これで。よし、やっぱ夜よりも明るいうちやった方がいいな、これ。よし、ミッションクリア。トヨタール、そして強欲。
名越して詳細を確認する。金メダルだね。11分30秒以内にミッションクリアしてる。無理だね。人の敵を倒した 88%。 人の敵をヘッドショットでしまった32。ダメージを回避46。これあんまり参考になってないな。あ、出てるね、もう一つ。もういいのアワードは地図みたいなの。次はここだ。復讐と報復、復讐と報酬だな。というわけでじゃあ行きましょうか。プレイヤーさんもちょっといるみたいな感じだけど、あ、それで皆さん、あの、すごい遅れたけどもね、レベッカさんの服がね、ちょっと新しくなりました。やっぱね、レベッカさん上司ですから、ちょっとね、あのもさっとした服よりもちょっとラインの出るね、スリムなやつを着せてやるんだと。あの下はね、フィットズボン、あのこれは結構ランクの高い、ランクが50以上だったかな、じゃないとね、まあ買えないんだけども、あの最初に手に入るパターンもあります。で、まあちょっとこれ小綺麗なやつだけどもね、あのジーンズみたいでいいんですよ。スリムジーンズみたいでね、まあ女子が履いてると、まあかっこいい、まあ可愛らしい、ね、お尻がプリッとして可愛らしいんですよ。で、上はね、なんだっけな、ジョーバイオジャケットだったかな、まあそれがまあ体にフィットしてるというのもありますし、まあお尻が出てるからね、私も大好きなお尻がプリッとしてますんで、まあいいだろうという感じで、まあこんな感じにしております。なかなかいいでしょ、なかなかいそうでしょ、これ西部開拓時代に、ちょっと小綺麗にしてやるね。ちょっとあの一応野生味のあふれる装備だったけども、今までね、装備っていうか服だったけども、ちょっとね、お金を稼ぎ始めたレベッカさんがね、ちょっといい感じの服着だしたみたいなね、そんな感じです今。よし、じゃあ行きましょうか、早速。ここね、こっからだな。ここまで行ったらもうここまでね、行けるでしょ。とりあえず道に出ますか。さっき襲った炭鉱をね、油田か、もう何のこっちゃ、もう何も知らんですよ。敵だと思われて、うまく隠れながらやれたのかな、もしかしたら。よし、じゃあシネマティックに。いよいよこれで、ストーリーミッションがね、このオンラインでのストーリーミッション、まだベータですけどね、オープンベータ状態ですけども、まあ、ストーリーミッションが一応一段落するということで、ちょっとね、またなんか面白い要素が追加されたら、追加されたらっていうかね、またストーリーとは別にちょっとね、まあ、撮れるもんが出てきたらね、まあ、ちょいちょい撮って皆さんにご紹介する形にしようと思っております。いや、このゲーム本当にね、日本ではあんまり、なんだろうな、パッとしてない感じですけど、世界的には今大ヒットしてる、ゲームオブザイヤーになんと輝きました。11月頃に発売されたね、ゲームだからね、なんていうのかな、売上総数ではそうでもないんだろうけども、この世界観とね、やっぱ作り込みとはね、もう見てて思うだろうけど、もう映画は見てる感じなんだよね。うん、すごいギリギリすれ違ったけど大丈夫？ここじゃない？もしかして目的地？よし、じゃあ行きますか。復讐と裏切りとだっけ？裏切りと復讐だっけ、裏切りと報酬だっけ、なんだっけな、復讐と報酬だ、そうだ。で、まずは装備の弾を全部買う、毎回。で、ソードオフじゃなくてスコフィールドにしておこう。でね、ライフルでいいんだけども、ここ、いや、ライフルを、まあいいか、これでいいよ、これでいこう。
かっこよかったな。見とけばよかった、プレイヤーさんを。あそこでプレイヤーさん見るの好きなんですよ。みんなね、やっぱこだわりがありますからね、自分のキャラクターに。There, there. The men who betrayed me. My old company. Hold up like the rats that they are. But it ain't just that. Revenge ain't my primary motive. My primary motive is profit. Only thing about this is we can kill two birds with one stone. If we take out the ammunition dump in the place, then ain't no way they can blow a hole in the bank they were planning on robbing, which leaves us to do it when I can figure a way. Here's some dynamite to do the job. And if one of you gets the opportunity to kill my so-called lifelong best friend and business partner, well, that'll be fine too. このミッションで、I don't want them to know I'm behind this. どっかでね、拾ってなければね、このミッションで初めてダイナマイトを使えるなら。Get on! Get on! An eye for an eye! A tooth for a tooth! A knife in the back for a knife in the back! Go away, old man. Nice world, Mr. Finch. We are what we are, and what you are is a pathetic old man. So it goes. But remember, you don't have to be like this.There's more than one way to earn a buck. Oh, and I saw your friend Horley. He said, "Say thank you for attending to his business." それ間違ってると。Said you'd understand. Not sure I do. もっといいことをして金稼げるんだ。Like I said, good luck. I'll watch how you get on. 頭がおかしい老人だと思ってたけどね、言ってることがまとも。すぐそこだから別に馬じゃなくてもいいんだけどね。まあ適当なとこにつけてね、逃がしてやる。あ、違う違う違う、逃げろ。上の敵が程度片付けたら入り口にダイナマイトを仕掛けます。ダイナマイトを仕掛けるじゃん。ダイナマイトを設置する。ダイナマイト設置したら逃げてください、逃げてください、すぐ逃げてください、うん、でね、ダイナマイト撃っちゃっていい、うん、はい、あ、大丈夫かごめん近くにいたね、ごめんなさい侵入は任せる、中に行くの任せる。で、一番大事な仕事がここであります、うん、敵がね、どんどん来ますんで、これをゲーゲーする。これ本当はね、2人ぐらい必要ですけども、ちょっと頑張ってやってみましょうか。大丈夫かな、なんか結構しんどいな。あんまりね、すぐ中にダンと入らない方がいいんだけどね。来たぞ来たぞ、来た来た来た、当たってないか、いけてるな。ちょ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 、よし、使い分けよ使い分けよ。遠距離には遠距離に、あ、いいねいいね、仲間が来てくれた。いいぞいいぞ。多分あれだな、みんな死んで戻ってんだ。ダメだ、あいつを殺す、あいつを死なせたら終わる。そいつを蘇生すんだわ、蘇生すんだよ。もう復活回数ゼロなんだから。よし、まだ外から全然来るよ。まあ、来るまでは援護しようか。あ、プレイヤーか。
やれる？あの辺りいるはず。ちょっとやられてるじゃねえか。バカ野郎、早く回復させろ。よし、あとはこの中のものを爆発させんだけれども、だまだ来るはずだから、やれんのかな。行った方が良かったか。それと始末しなきゃなんないんだよ。始末しなきゃならないと。やったみたい。よし、あとは弾薬庫を吹き飛ばすんだ、みんな。来たよ。やりやがったな。当たってない。よし、 OK だな。あとはもう交差点でサムソンの攻撃する。来たよ、サムソンが。Thank you. Thank you very much. Here's some cash to keep you going. That bastard's death makes my life much easier. Now we won't have the army going after the same banks as we are. If we can ever get the planning of it. I'll be in touch if I can.And I'll be in Blackwater, and your bounty will be in any sheriff's office. I said away with you, old bastard. Ah, you'll hear me in your sleep, Finch. とまあこんな感じでございます。いかがでしたでしょうか。面白いミッションがね、まあ序盤だけど、まあまああるんですよ、このゲーム。ね、列車を奪ってね、その列車でもう暴れまくるとか、ね、要塞をね、まあ攻略するとか、あと夜来てね、もう銃撃戦を楽しむ。まああと夜忍び込んでね、暗殺を行うとか。ね。あと何かあった？あ、そうだ。列車に引かせるみたいなね。引かせやしないけども。まあまあ序盤だからね、いろんなバリエーションのミッションが多かったけども、今後ね、まあオープンがね、オープンじゃないベータがね、まあ開けてね、いよいよオンラインで、レッドデッドオンラインだとなった時のもう多分すごさたるや、多分ねすごいと思うんで、年明けにあるんじゃねえかみたいなね、話が出てます。まあでもまだまだいろんなね不具合もありますし、そこら辺も手直ししてから多分ね、そういうのをまあっていう感じになるでしょうね、きっと。
あれ、ホークさんが来た。あのホークさんは私の民警団のメンバーです。よし。最後にホークさんが来るって面白いな。ホークさん来たよ。縄投げはしないけど、縄投げはしないけれども、縄を振り回していると。よし、あ、行っちゃった行っちゃった。ホークさん最近ね、なんだろうな、チラッとね、チラ見してから逃げて、でどっかで鹿を買ってきてね、私の知らないうちにね、私の馬のまあ、お尻のところで鹿を乗せてね、まあ、去っていくみたいな遊びしてますね。あれなんだこの鹿ってなのかって言ったから、魚釣っててね、なんだろう、まあ、馬をどっかにつなぎ止めておくわけよ。そうするとね、いつの間にか鹿が乗ってんだね。で遠くから見てたりするわけ。いや、このゴロにだけにするとなんかちょっとやべえやつみたいになるけど、面白い人なんですよ。ダイナマイトを投げるの好きでね。まあ、民警団ってな、フレンドファイヤーをオフにしてるから、ダメージ与えられないわけ、仲間にね。まあでも爆風で吹き飛ぶみたいなことはできるわけよ。だ、殺しはしないけれども、ダイナマイトでね、仲間を吹き飛ばして遊ぶみたいなことをしてる。まあ、ダメだな、言葉に起こすとこれはやばいな、うん、やめとこう、うん、というわけでございまして、うん、いやー、夜空が綺麗ですよ。まあ言ったね、さっきもね、うん。まあ、オンラインのストーリーミッションはこれにて終了だと。うん、ベータ版のはね、うん、この続きは、ね、ベータが開けて、ね、いよいよ本格的にストーリーミッションがね、まあ、実装された時に、まあ、続きを皆さんにご紹介すると。それまではね、見知らぬ人ミッションなんかを皆さんにね、まあ、ちょいちょいご紹介できたらいいなと思っております。まあ、それ以外にもね、なんか、民警団でやれることとかね、民警団レースとか、民警団のなんか練習みたいなね、PVP の練習みたいなのもできるみたいなんで、ちょっとそれもね、まあ、みんなと相談して、まあ、協力してくれるんだったらね、それもちょっとみんなでね、撮って、まあ皆さんにご紹介すると、いう形でやっていこうかなと思っております。というわけで、長時間のご視聴ありがとうございましたね。次回の放送もよろしければ、ご視聴の方をお願いいたします。というわけで、お疲れ様でした。そうだ、手を振る。レベッカさんも手を振る。ランタンを持たせるか？ランタンを持たせるか？あ、じゃあ。ランタンを持って明るいね、うん、ランタンを持ったらでも感情表現できないのか、周りを照らすみたいなことなのか、感情表現できないわ、うん。というわけで、じゃあ終わりましょう。お疲れ様でした。ごきげんようさなら。お疲れ様でーす。